佐々木真也は神奈川県藤沢市出身の元プロ野球選手、野球解説者、スポーツキャスター。株式会社、佐々木真也事務所代表。シーズン154試合出場は飯田徳次、杉山光平と共に日本対記録。神奈川県藤沢市出身。1949年、湘南高校で夏の 第31回全国高等学校野球選手権大会に1年生ながら出場し優勝。関東圏の高校が優勝したのは第2回大会の慶応普通部以来33年ぶりで新区の優勝期が箱根の山を越えたと話題になった。監督の佐々木久夫は彼の父親であった。後に高野連会長を務めた脇村春夫は一学年上である。 慶応義塾大学に進学。野球部では、後に、読売ジャイアンツ監督となる、藤田元次投手と同期で、二類手として、活躍、4年時には首相を務めた。東京六大学野球リーグでは1年生時の1952年、春季リーグで優勝を経験するが、その後は2位2回にとどまり優勝には届かなかった。特に喜び早戦では、大活躍し、 喜び早せん男と呼ばれた。1955年には第2回アジア野球選手権大会日本代表に選出される。リーグ通算67試合に出場し235打数58安打、日本塁打、26打点、打率、247。大学卒業後は当時北海道にあった東洋高圧の野球部に入部する予定であったが、 高橋ユニオンズの誘いを受けたため、1956年にユニオンズに入団。同年、新人ながら154試合に全イニング出場した。154試合出場はシーズン試合出場の日本対記録。また、新人での全イニング出場は史上初。同年、622打数でリーグ最多の180安打を放った。合わせて、 同年は141単打を放っており、この3つの記録は現在も新人記録として残っている。ベストナインにも選出されたが、新人王は21勝、防御率1.06を記録した稲尾和久に敗れ、受賞を一した。なお、高橋ユニオンズの選手のベストナイン選出はこの年の佐々木が唯一である。その後チームは1957年に大英スターズに、 吸収されて、大英ユニオンズに、翌年に毎日オリオンズと対等合併して毎日、大英オリオンズとなり、それぞれの新球団に在籍したが、出場機会が減少し、1959年限りで現役引退。本人が1960年の監督に内定していた西本幸男との確執を明かしている。また、同時期に、 読売ジャイアンツの水原茂監督から誘われたが、球団フロントが獲得を疑問視していることが新聞に掲載されたことにより入団を断った。引退後は26歳でプロ野球解説者となる。当初は日本教育テレビ、1964年からは日本テレビと専属契約を結び出演した。 1976年4月から1988年3月まで、フジテレビ、プロ野球ニュース第2期初代総合キャスター。スポーツ選手経験者が司会を務める先駆的番組として注目を集めた。番組では、元野球選手が解説をするスタンスではなく、あくまで司会者に徹した。わかりやすく、聞きやすい語り口、ソフトなイメージと、時折見せる、鋭い指摘。 省内公慶応義塾大卒に恥じない、インテリジェンスで人気を博した。キャスター退任後は、同番組のスーパーアバイザー、テレビ東京のインタビュー番組、佐々木深夜のスポーツメイトのホストを務めたほか、2001年4月から2009年4月2日まで、CS 放送の富士テレビ739でスタートした、新生、プロ野球ニュースのキャスターを務める。 2005年4月5月には NHK 人間講座をリニューアルさせた汁を楽しむ月曜日この日とこの世界で個性がプロ野球を救うと題した講義を担当したプロ野球ニュース担当期間中の1979年頃には海外の動物をテーマにしたドキュメント映画の日本5番深夜の動物番材でもナレーターを務めていた 1980年、石井被災地原作のアニメ映画、頑張れ、田淵くん。シリーズの日本にスポーツキャスターの佐々木役で声の出演をした。その後、1983年から1984年の映画、プロ野球を10倍楽しく見る方法シリーズのアニメパートでも同様に声の出演をした。1981年9月8日に、 ドリーフ大爆笑のコントに一度出演した。1995年、日本プロ野球 OB クラブのプロアマ交流委員長に就任。同年2月末に開催された講演で、花田勝、る、高野花浩二兄弟について、二人は、異府兄弟だと風説を流した。これが、朝日芸能の記事になって、兄弟の父の高野花にはビルと共に講演会の聴衆にもお詫びと訂正をした。 実母の藤田の子は無責任な発言、あまりにも馬鹿げた作り話として行き通り、DNA 鑑定も考えたという。1998年、日本プロ野球 OB クラブの広報委員長に就任。板倉博西村雅さんは高校の同級生にあたる。スーパースターは何か違う、最弱球団の教訓、三原マジックの舞台裏、VQ の指揮官。 川上の真実、根本の組織設計、9回最大のライバル ON、隠れた名称、藤田、私の9回改革論。ありがとうございます。